皆様こんにちは。フルータンドミュージカル創造者の斉藤舞香です。はい、今日は岩瀬さん、あれやりとか、皆様こんにちは。フルータンドミュージカル創造者の斉藤舞香です。はい、今日はイバフェスの2日目ということででしてね、今日もすごい人でしたね。朝から暑い中ね、本当に皆様体調大丈夫でしたか？はい、今日はですね、オニクルの1階の北新ホールの方では、午前からリハーサルがありまして、午後からは、クラシックコンテストですね。はい、皆様ね、22組の本選に進まれた皆様の演奏をね、聞かせていただきました。私もですね、1番からどこまでだっけ、3部の2人目まで聞かせていただいて、でその後ね、4名ほどねいらっしゃるんですけども、残念ながら私その後のコンサートにちょっと出なければいけなかったので、はい、ちょっと聞くことができず、でその代わり多分そうなるかなと思ってたので、はい、午前のリハーサルの方で、その方たちのリハーサルの状態をね聞かせていただきました。なので今日、ご出演された、はい、本選に進まれた22組の皆様全員の演奏をね、必ずどちらかで聞かせていただいたわけなんですけど、本当にね、皆さんに思いのこもったいい演奏ででしてね、本当にそれぞれの方がその時にできる精一杯をね披露されたんじゃないかなと思っています。審査員のね先生方もいろいろとね皆様にアドバイスくださってたと思うんですけど、私も昔ちょっとね審査員の方もさせていただいてたことがあるんですけども、本当にね審査の時ね悩んじゃうの、こういう総合の審査っていうのは。だってね、何を基準にじゃあ選びますかっていう話になって、例えばよくあるコンクールとかだったらば、フルートフルートだけで集めて同じような課題曲をさせて、そうすると大体のその人のレベルっていうのが分かるじゃないですか。その上で、まあ、自由曲があったりとかして、課題曲の選択性とかがあったりとかして、その方の音楽性も見るっていう形で時間をかけてこうやっていくことが多いんですけども、何せこういうコンクール、例えばまあ近いところだとリトルカメリアとかね、節音楽祭とかもそうなんですけど、総合的なコンクールコンテスト、コンテストとコンクールはね、国の呼び名が違うだけなので同じものですよ。はい、でフランスの先生がものすごくいつも言います。ただ日本人はコンクールの方が高尚で、コンテストだとなんか簡単な感じのイメージをちょっと持つ、はい、ミスコンみたいな感じで、ミスコンが簡単と言ってるわけではないんですけども、なんていうかな、町の大会的な感じ、コンクールってなると世界的みたいなイメージを持ってたりするんですけど、なんてことない、何読みするかだけなんですけどもね。はい、ということで、まあコンテスト、コンクール、どちらで言っていただいてもいいんですけども、まあ正式名称として茨城クラシックコンテストとなっておりまして、クラシックがメインではありますけど、でピアノはありませんけども、ピアノも入ったアンサンブルっていう形ではね、参加される方がいらっしゃる形なんですけど、今年もやっぱり歌が多かったんですけども、嬉しいことに器楽がたくさんありましたね。バイオリンに、ハープに、フルートに、タングラムに、何だったっけ、クロマティックハーモニカに、まだ落ちてるような気がする。はい、とにかくこう見ていて飽きない、まあオカリナの人もそうですね、風成さんとこなんか本当にもう長いこと10年出てくださってて、本当に最初の頃から聞かせていただいてますけど、素晴らしいなと思います。今年はまたメンバーも変わりまして、年齢層が若くなったって言ってましたけども、本当に新しい方をこうまた一緒にね、加えていきながらアンサンブルを練っていくっていうね、このねパワーがね素晴らしいなって思うのと、久しぶりにまた登場してくださった方とか、また新たな今まで出たことないよ、でも今回ちょっと出てみたよっていう方もそうですし、わざわざスイスから一時帰国された方とか、いろんな方いらっしゃいましたね。銀行勤めなんだけども、はい、若かりし頃の、はい、まあすごく熱中してやってた頃っていうのをね、こう思い出すために来られた方もいらっしゃるし、それぞれの演奏が私は、光って見えていました。
その中でもちろん自分の好みだったりとか、こう同じ音楽家として見る視点とかがあったりとかはするんですけども、そういうことだけではないところでこのコンテストっていろいろと測ってきます。で、やっぱり、なんか大事なのは、その空気感っていうのをね、いかに自分のものにするか、何せ皆さんはこの茨城フェスティバルっていう中のこのコンテストを楽しみに来られているので、皆様にどういうふうに楽しい場を与えるか、かつ自分が楽しめたら最高ですけどね。今日も控室がたまたま、はい、ちょっと一緒だったので、はい、コンテストね、出られた方、出る前、そして終わられた後、何かお話しさせていただいたんですけど、まあ、先生方は緊張しないんですかっていう話だったんですけどね。先生方も緊張するし、どうやったら緊張しないようにできますかってご質問があったんですけど、まあ、楽屋でも答えてたんですけど、全く緊張しないっていうのは理想的なのかなってちょっと思うことがありまして、人間が緊張するっていうのはなぜかっていうのも私の相方のピアニストも答えてましたけど、まあ、自分が緊張することによって、体の身体の反射能力を上げるんですよね。なので普段できないことを集中力でパフォーマンスを高めるということができるので、上手な緊張の仕方っていうのを学んでいくっていうのはね、大事なのかなと思います。なので例えば自分がこの緊張良くないよねっていう緊張ってあるじゃないですか。そういうのをもしすることがあったら、じゃあ何が原因だったかなっていうのを分析していただいて、でそういう状態にならないための、はい、いろんなことをやってきます。もちろん若い頃、今でも緊張もちろんするんですけど、若い頃に散々とそれで失敗をしてきました。私はスタートが遅い人だったので、なぜ高3から先生についてやってるので、よく現役で音大入れたなっていうレベルなんですね。なので、まあ、当然のごとくコンクールも、まあ、言ったら20歳ぐらいからなのかな、やっと受け出したので。なので、まあ、コンクールっていうものが怖いですよね。発表会ですら小さい頃って緊張せずに出てたんですけど、ある時を境に自我が芽生えるのかな、あればね。で、舞台に出るということの怖さを知るわけなんですよ。ある日、ある時、本当に突然。それまでは舞台に出て演奏して帰ってくる。それがピアノであったり、バレエであったりするんですけど、ただ、まあ、褒められて、帰りにお菓子買ってもらえて、わーい、楽しいことばっかりって感じだったのが、ある時、真っ白になるっていう経験をするんですよね。でそれは人によって訪れることがあるかもしれないし、訪れないことがあるかもしれないんだけど、それは人それぞれだからその瞬間が訪れた時の対処法を学んでいくっていうことは大事かなと思います。まあ、どんなふうに願ったところで、緊張する人は緊張しない人にはなれないわけで、じゃあどうやったらその自分の緊張といい状態をこう保てるか、仲良くなれるかっていうことで、まあ、一番よく言われるのは死ぬほど練習する。練習は自分を裏切らないとかありますけどね。そうは言うたかって、あんなに練習したのに舞台に出たら緊張して失敗したやないのっていうのあったりするんだけど、それって一つには例えばね、心拍数が上がるんですよ。で、パフォーマンスを上げるためって言ってましたけど、心拍数が上がると自分が持ってないテンポで演奏していることがあったりします。なのでまあ、例えば人前でこれから演奏しなきゃいけないという機会が、まあ、今年は例えばイバフェス終わって、はい、クラシックコンテストも終わって、次来年まで予定がないよって方は、それまでの間にどこでもいいんです。クリスマス会でもおさらい会でも何でもいいので、人前で演奏する機会を、はい、持つようにしましょう。で、人前で演奏する機会がないよっていう方もいらっしゃると思うんです。そういう方はそれこそオニクルの向かいの何やったっけ、芝生広場みたいなラボみたいなとこあるじゃないですか。横とかの下にちょっとくぼんだとことか、夜何時までだったかな、8時までだったかな、なんか看板が出てるので見ていただいて、あれ人前で演奏していいですよっていうことが書いてます。なのでそういうところで通りすがりの人でいいから聞いてもらおうっていうことね、やってみてください。私もね大学の受験前、はい、あそこでやってました。
そして酔っ払いのおっちゃんに絡まれて下手くそやめれって言われたんです。でも今一応音楽家としてやってるので、その、まあ、酔っ払いのおっちゃんに絡まれるような時間帯は多分やめた方がいいんでしょうけど、ちなみに私は普通に午前中だったかな、なんかこんな時間に酔っ払いのおっちゃんっていう感じで、その絡んでくるおっちゃんこそそんな時間に酔ってるんじゃないわよって個人的には思ったんですけど、そんなことよう言わないけど、はい。なので、まあ、お茶にはお茶の事情があるからいつに飲んでも構わないんです、だけど、まあ、変なトラブルに巻き込まれないように皆さんは、まあ、多分安全かなと思う時間帯に、でもし変な人と遭遇したら微妙にちゃんと距離を取って安全確保しながら人に聞いてもらうということをねやっていくと、自分のパフォーマンスを上げるのにつながっていくんじゃないかなって思いました。来年も皆様の演奏楽しみにしてます。そして新しくまたね参加してくださる方も、はい、この動画もし見てらっしゃったら来年会場で会えるといいですね。はい、ということで、まあ、今日も暑かったんですけど、私自分の演奏が終わった後大阪の方にちょっとね、はい、自分 の, 音楽事務所の方の、はい、いろいろとございまして、集まりの会に出ておりました。ちょっと嬉しかったのでちょっとだけ報告というか、はい、何だったっけ、緊急対応書っていうのをいただきました。今のこの音楽事務所さんに入ってから震災なんて変わったんですね、いろんなことが。でそれで、あれが2018年の震災で、2019年から確かお世話になってると思うんですけども、ずっと勤めさせていただいてたんですけど、まあ、昨年の1年間っていうので、何かお役に立てたらしくて、はい、それはすごく嬉しいなと思って、こう自分が当たり前だと思ってたことをしたことに対して、ありがとうって言ってもらえるのってこんな幸せなことはないなっていうのと、なんか頑張ってたらちゃんと見てくださってる方がいるんだなっていうのはすごくすごく嬉しくて励みになります。でこれもまた自分一人でできていることではないので、やっぱりチームなんだなって思うことが多くて、はい、まあ、何をするにしてもそうなんですけどね、今日の演奏でもそうですし、ピアノの方がいてくださるからフルートがっていうのは、まあ、旗から見ててもそうなんですけど、実はそれだけじゃないの、舞台作ってるのって。コンテストの皆様も覚えておいて、舞台を作るためには音響さん、舞台さん、照明さんたちが裏でねすごいサポートしてくれてるのよ。でもちろんだけど、その実行委員の皆様方がこうね、いろんなことを皆さんアシストしてくれてるから舞台って回ってて、なんかねそう思うと自分一人で頑張ってるんじゃないんだな、みんなが頑張って助けてくれてるんだなって思うと怖くないんじゃないかなと思ったりします。私はいつも本番終わるたびにありがとうございますって思う。それはね、個人的にホールとかにも思ったりする。それこそそこにいてくれてる譜面台さんありがとうでもいいのです。そこにいるピアノさんありがとうでもいいと思う。なんかね、感謝の気持ちを持ちながらこう演奏していくっていうのは大事かなって個人的には思ってます。はい、ということで、なんかね、その副賞いただきました。なんか一緒にいらっしゃった同じフルートの方がですね、それ私も使ってるけどすごくいいよって言ってくださってたので、普段こういうものを全然使わない斉藤ですけども、これをしっかり使って、美容系のコスメらしいです、うん、使えるかなちょっと使い方をね調べるところからスタートするかもしれないんですけど、はい、まあ、尊敬する先輩方が賞をもらってる中にこっそりと混じって、はい、賞をいただくことができたので、これをね励みに明日からも、うん、初心に戻ってコツコツとやっていこうと思います。浮かれててはいけないなと思います。明日もね、またねホールさんと、また別のホールさんなんですけど打ち合わせがあるので、今からそれの、はい、準備もちょっとだけしとこうと思います。サイトは大してすることがないんですけども、はい、ちょっとねまとめておかなきゃいけないものと渡さなきゃいけないかなと思っているものをチェックして、はい、明日に備えたいと思います。ということで、今日私の帰りを待っててくれてたお花たちです。多分皆さんにお見せするのはもう今日が最後かなと思います。だいぶくたびれてるけど帰ってきて、まだ頑張ってるよって言って癒してくれてます。ありがとうね、暑いのにね。今日で9日目のお花頑張ってるなと思います。はい、ということでですね、はい、今日ね
コンサートでお話ししてました8月のコンサートはこれです。関西フルートオーケストラの、ね、ファミリーコンサート、あの北新さんでねさせていただきます。今日のホールと同じですね。はい、開演は2時からで、入場無料になっています。私こちらの団の、コンサートマスターさせていただいて、関西フルートオーケストラっていうのはあの第1回の、ね、芸術祭で佐渡豊先生に振っていただいたりなんかするという、あのなんか華々しい経歴があるとこらこら自分で言うな、はい、っていうね、あの歴史が長いフルートオーケストラです。なので、興味があるよって方、あとねフルート吹けるよっていう方は、一緒にワシントンポスト演奏しませんかみたいなことも書いてるので、8月25日の午後は開けていただいて北新ホールにいらしていただければと思います。で、同じ宣伝してましたこの日の午前中に、はい、あのプラネタリウムの方で、ちょっと演奏させていただきます。演奏とフルートの演奏とプラネタリウム星空をね楽しんでいただくという、スペシャル投影が、予定されてます。間もなく告知がされるのではないかなと思います。フライングじゃないと思ってるんだけどどうしよう。はい、まあ多分もうじきされるから大丈夫でしょう。あとで私がホームページ確認しときます。多分ね、なんかね、載せるっていうのを先週見た気がするんだけど、そういえば見てなかったな。あの、そういえば、今日のイバフェスの、コンテストのチラシも、あの、結構アップされたの、ギリギリでしたね。昨日かな、ぐらいにはアップされてたように思うんですけども、3日ぐらい前に見たときにはまだされてなかったと思うので、なかなか、なんだろう。はい、準備が整わない時もあるみたいなんですけども、ホームページをご覧いただくと、なんかねいろいろ興味のあるものを見つけれるんじゃないかなと思います。とりあえず8月25日午前中は、北新プラネタリウムさん7階の方ね、で同じ名前持ってる北新ホールさん1階にあります。そちらの方は午後に演奏させていただきます。皆様両方北新なので、はい、あの何か分かってますよね、北新の略ね。はい、北大阪、信用、金庫、はい、大丈夫ですね。はい、ということで、ネーム、ライツ、なんとかっていうやつです。なんだったっけ？はいはい、ということで、このね、お名前いただいてる貴重な期間に演奏させていただけることを嬉しく思っています。星がテーマですので、はい、ぜひまたね、いらしていただければと思います。ということで、本日ご出演された皆様、そしてご来場くださいました皆様、ありがとうございました。お疲れ様でした。今晩はゆっくり休んでください。おやすみなさい。